今期ナンバーワンドラマの呼び声も、サイオンジさんは家事をしない、が記憶に残る作品となったわけ。唯一無二の魅力とは考察評価惜しまれつつ最終回を迎えたドラマ、サイオンジさんは家事をしない、TBS 系。いわゆる偽装結婚、偽装家族から始まるラブストーリーは数あれど、本作は既存のドラマとは一味違うと苦労等もうならせた。今回は、総括として本作が多くの人を引きつけたその理由を考察する。 文、トマトリコ、あらすじキャスト、解説考察評価レビュー、9月半ばだというのにゆだるような厳しい残暑が続く今年。一足先に万家の寂しさを人々の心にもたらしたのが、松本若菜と松村北斗が共演する連続ドラマ、西園寺さんは家事をしない、TBSK だ。今季ナンバーワンドラマとの呼び声高く、みんなの心の癒しとなっていた本作が、9月17日、火曜日に惜しまれつつ最終回を迎えた。 日浦悟の人気コミックを原作に、徹底して家事をしない主人公のサイオンさん、松本若菜が、年下のわけありシングルファーザーくすみくん松村北斗とその娘るか、倉田栄松との義家族生活を通して心を通わせていく姿を描いた本作。ラブコメディーだけど、このドラマにおけるラブコメディーのラブは単に恋愛的な意味にとどまらない。やりたくないことをやっている人をやらなくていいようにすること。 が自分のやりたいことだと言ってのけるサイオンジさんから全方位に向けられた愛の物語だった。サイオンジさんは家事アプリ制作会社レス9に勤めるバリキャリ女子。そこにアメリカ帰りのエンジニアクスノキミ君が転職してくるところから物語は始まる彼は亡くなった妻ルイ、松井アイリットの娘であるルカを育てるシングルファザーで仕事と育児と家事に日々追われていた。そんな秘密を知ってしまったサイオンジさんは放っておけず。 自身が購入したマイホームの賃貸スペースに親子を住まわすことに。家族じゃない人に頼ることに抵抗があるくすみくんを助けるため、サイオンジさんは義家族として暮らすことを提案した。だが、その過程でうっかりくすみくんのことを好きになってしまう。利害が一致した人間同士が偽装の家族や恋人になる。話自体は世の中に溢れている。こういう物語はサイオンジさんのようにうっかり相手を好きになってしまい。 最終的に結ばれて本当の家族や恋人になるのがお決まり。だけど、本作はそういう単純な帰結に至らず、至るドラマもそれはそれで面白い、オリジナリティのある回を導き出そうとした。